薫。カズマ、こりゃどういうことやねんな、桐生さんよ。龍二、動かないで。郷田会長、返しなさい。あそこにおる。次にせえ。会長、無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。郷田隆二、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分が神言派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。郷田隆二さん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんですまなんだ、龍二。26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道もん。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うっせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。郷田陣中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは神言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前
やはり26年前の事件を。関係ない。わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもええ。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい、私の話は終わってないわ。ゴーダ龍二、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない。ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。覚悟はできとるやろね。捕まえたぞ。おりゃ。